こんにちは、サトチンです。今回は久々に自宅でできる UFO キャッチャーやっていきたいと思います。ミッキーマウスのフィギュアですね。これすごく欲しい。というわけで狙っていきましょう。1回目、だいたい1回110円ぐらいでできますね。さあ1発目、あ、ちょっと奥に行きすぎたな、まずい。どうでしょう。おー、下手っぴーや。集中しよう。あ、むしろ下がったわ少し。よしよしよし、2センチぐらい進みましたね。横から見ましょう。あ、いい感じ、いい感じ、取れるかな。さあ進め進め。おー、4回目、マウスの感度に依存。うん、あー、うわ、やべえな、やべえな、下手くそだな。おー、どうやどうや、これでどうや。よしよしよし、いい感じじゃないかな。これで前にがっつり。おねしゃすおねしゃす、またまたそっちに曲がる。奥に行きすぎたわー。うおー、ちょーっと、うわー、これはね、いいね、外うるさいな、本当にうるさい。なんなんでしょうね。うーん、外のね、うん、ちょっとあれだな、何なんだろうなこの家。さっきと全く一緒。これで結局このタイミングだと後ろに行きそう。ああ、オッケー、いい感じ。どうだ、おお、進まねえわ。取る瞬間を、ここに来て一切動かないパティーン。取れ、うわうわ、やっべえやっべえ、取れねえ取れねえ、これこれ取れないやつ。おお、魔法の手が来た、今見ました。お願いします。あー魔法の手、魔法の手失敗したやつ、失敗したかもしれないけれども、これ25回目ぐらいかな。いきます、いきます、右アームで押し込みます。ファイヤー、最後ラストチェスト、よしよし。というわけでね、24回目か25回目かめっちゃかかりましたね。やはり UFO キャッチャーは難しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。いや、撮れてよかった、変な汗出てきましたね。さようなら。